さあ、ここで最後になりますが、イベントにて素晴らしい演奏ライブを披露していただいた演奏者、そしてボーカリストの皆様をご紹介させていただきたいと思います。ストリングス、室谷浩一郎ストリングス。ホルン、藤田音彦グループ。ギター、飯室博さん。椿本正史さん。ベース、田辺俊野さん。ドラム、山内マッショイ優さん。マニピュレーター、相沢光則さん。ボーカル、MPI さん。エイミー・ブラック・シュレイガーさん。ヨシさん。ジェミーさん。そして、ピアノ演奏は沢野博之さんでした。というわけで、ここで演奏者を代表して沢野博之さんに改めてご登場いただきたいと思います。沢野さん、どうぞ。ありがとうございます。素敵な演奏どうもありがとうございました。ありがとうございました。沢野さんとされましては、このアタックオン体感は 2度目の出演ということでしたが、はい、また皆さんの前で演奏されて、そして今回たくさんのアーティストの方と、コラボで、こういう形で演奏されましたが、いかがでしたでしょうか。そうですね、こうやってなんかオーケストラをバックに演奏するというのも貴重な機会ですし、はい、あとまあやっぱ皆さん の素敵な朗読を横で聞きながらというのも、なんかいろんな思いが込み上げてきて本当に楽しかったです。はい、ありがとうございます。まあ、そして、テレビアニメシーズン2、こちら、まあ、一視聴者というか、携わってくださっているわけですけども、作品としてご覧になっていかがでしたか。そうですね、なんかもう本当に一視聴者として毎週楽しく見てて、はい、なんかやっぱアクションシーンとかもシーズン1以上になんか引き込まれるとこあったり、あと割となんかえぐいなと思ってまあなんかえぐいシーンあって面白いなって、ね、すみません、なんかただの最高野郎みたいな発言しますけども、はい、まあ、キャラクターが最高野郎が多いですからね。すみません、まあ、素敵な楽曲を作っていただきましたが、シーズン3以降もね、また僕たちも新しい楽曲の方を楽しみにしております。改めまして素敵な演奏どうもありがとうございました。沢野博之さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで、出演キャストからも最後の挨拶の方をさせていただければなと思います。まずは小野さんからお願いいたします。はい、エルヴィン・スミス役小野大輔です。今日は本当にご来場ありがとうございました。ですね、すごい緊張しました。一人だったんですよ。僕だけね、掛け合いしてないですよ。リヴァイ。いや、みんな楽しそうでね、本当に害虫害虫もう駆除してやるみたいな、もういいな、そんなノリではなかったですよ。いいな、いいなって、仲いいななんて、兵長いてもそんなノリにはならないと思いますよ。ならないか、いやでも本当に生でね、こうやってみんながこう掛け合っていく、そこにこうオーケストラが重なってきて、進撃の巨人を音で体感してもらうっていう、本当に素敵なイベントだなというふうに思っていて、僕もずっと一ファンとしても楽しませていただいてました、袖で。でも本当に掛け合いできなかったのは少し残念かもしれませんけれども、その代わりにその自分のモノローグの中で、これまでずっと謎だったエルヴィンって何を考えてるんだろうっていうのが、あのモノローグに、今日やらせてもらったモノローグに全部入ってたと思います。真実を知りたい、だから、挑み続けるっていうこと、そして、何を犠牲にしてでも進み続けるっていう、ことを独白しました。本当にそれって実は僕もきっとエルヴィンってそうなんだろうなと思いながら演じた部分だったので、今日本当にその答えが出て、そしてこれからもずっと挑み続けて、追い求め続けたいなというふうに改めて思いました。すごく緊張したんですけれど、進撃の現場ってこうなんですよ。みんなすっごい緊張してて、でこの本番で全部出し切らないとっていう気持ちで、ずっと本当に文字通り言葉だけじゃなくて命かけてやってます。
はい、なので、続編 の, その劇場版であったりとか、シーズン3の、発表もありましたけれども、はい、これからもずっと挑み続けていきたいと思っています。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして藤田さん、お願いします。はい、皆さん楽しかったですか？よかった。解き放たれましたね。ユミルからユミルから解き放たれた。ちょっと戻ってちょっとだけでいいから戻って。ちょっとだけ戻るね。シーズン2は本当にユミルとしてはすごく大切なエピソードが多くてですね、クリスタとの掛け合いもすごく大事だったんですけども、やっぱライベルと一緒に木の上で、あ、いた、エレンもいた。ごめん、おい、駆除するぞ。ごめんごめん、いるわ。いた、いた、ね、散々ブーブー、僕言ってたじゃないですか。ブーブー言ってた。あのシーンもすごく好きですし、あそこをこうスクリーンで見られると思うとすごくドキドキしています。そして今回オーケストラと一緒にお芝居ができるっていうのがすごく嬉しかったんですけど、なんかこう生歌を聴いていて、ずっと劇中歌で聴いてた時に人間がちゃんと歌ってんのかなってちょっと思ってたんですよ。すごい難しい曲ばっかりじゃないですか。もうちゃんと歌ってんだなんて。何解き放たれてる。解き放たれすぎだよ。まあ、すごすぎてね。すごすぎて、ね、なかなか、それこそ今日体感できたというところですかね。なんかこう、ユミルとして生きてる時はすごい楽しかった、芝居して楽しかったんですけど、こう、視聴者としてなんで笑ったの。藤田さん、落ち着いてください。あと一回こういうことあると、次の方に行っちゃいますよ。わかりました。本当に楽しかったです。ありがとうございました。なんだよもうやっぱ敵かな。続きまして、お話ししにくいかもしれませんが谷山さん、お願いします。いや本当、ジャン・キルシュタイン役の谷山貴章です。皆様本日ありがとうございました。まさかこの感じでね、振られると思うのかな。なかなかの次元爆弾が埋まってたなと思いますけどもう進撃の巨人も第3期ということでございまして、シーズン3ということでますます謎は深まるし、その謎がどんどんこう紐解かれていくという、一番なんでしょうかね、面白い。ここからさらにこう物語の深淵へと切り込んでいくね、掘り下がっていく、重要な、その第シーズン3になると、思ってます。でジャン・キルシュタインという役も最初、ね、登場した当初は僕、あ、すぐ死にそうだなこいつとか思ってたんですけどおかげさまでと言いましょうか、なかなかしぶとく残ってまして、それなりにマルコ・ボット君のなんていうかね、背負いながらね、彼の意志というかジャンへの思いとか、なんとかかんとか成長を見せてるキャラクターなので、僕としてもしましても非常に愛着の湧いてるキャラクターですね。シーズン3というこの進撃の巨人の物語の中での彼の、生き様というか立ち居振る舞い、しっかりとこう演じて、物語の中で呼吸をさせてあげたいなと、叶わぬ、成就せぬ恋ごと、僕が引き受けたいなというふうに思ってますので、一つね、三笠さんも本当お手柔らかにお願いします。ご期待ください。ありがとうございました。三笠さん、一言何かあれば。エレン命なんで。分かってたよ、あえて聞きたくなかったよ。どうぞよろしく。お前ひでえやつだな。おい、今さすがにね、今のはひどいわ。悪いやつだよ、今のはひどいわ。死に急いでるんでちょっとね、ちょっとぐらいいい思いする。死に急いだろうだからね。すいません、この後手両手つながれちゃうんでね、ちょっとだけでもいい思いさせていただいて、ありがとうございます。続きまして三上さん、お願いします。はい、クリスタレンズ改めヒストリアレイス役やらせていただきました三上しおりです。なんかすごい愛憎劇の後にこうコメントするのちょっとあれなんですけど、言うことなかったよ。なんかあれなんですけれども、シーズン2の収録の時は本当にもう毎回シーズン1見てて思うんですけど、現場がすごく熱く激しく、いや本当に皆さん命削って、私も負けじにと削っていかなきゃなと思いながら戦わせていただきました。さっきずっと笑ってらっしゃいましたけど、本当にユミルがいたからこそクリスタとしてもいろいろヒストリアとしても演じられた部分も大きかったです。あれ何、あ、そう、あ、そうです。
どうしました？あのそうなんです、今日初めてなんかクリスタがクリスタを捨てて、あの自分はヒストリアとして生きるという決意も現れてるモノローグだったので、今日演じるのは本当に緊張したんですけれど楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして橋爪さんお願いします。はい、皆さんこんばんは。ベルトルト・フーバー役の橋爪智久です。それもうネタなんですか？え、なんだろう、絶対この後喋るやつよりもいい声ですよね今。いや、今いい声じゃなくて多分テンションの低い声でしたね。なんでテンション低いの？テンション低いの？だってね、シーズン3発表されたじゃないですか、はいはいはい、僕シーズン2で若干燃え尽きたところがあるんですよね。いや、それはご自分のさじ加減でしょ。いや、まあそうなんですけど、はい、それだけシーズン2にかけて、そうですよね、いろいろもう3ヶ月以上胃が痛くて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 、もうめちゃくちゃ痛かったんですよ。まあ、とにかく、まあ、辛い状況で、まあ、収録に臨んでたんですよ。で、それであのテレビでの放送が終わってからこのイベントまで僕どないしようかなっていう、そういう状態があったんですよね。小瀬さんがすごいうなずかれてますよ。はい、今そっち側につきました。胃が痛かったあたりですか？ちょっと天然なんです彼。あの人ダメな人なんじゃないの？ひょっとして。あれ、みんなにバレ始めていますよ橋爪さん。いや、それ大勢の前でバレてるよ。あ、初期状態からバレてたから。初期状態中学校あたりから薄々 ね、中学校時代あたりから進撃の、ね、さんに巨人中学校、そのあたりからバレ始めたっていうどうぞ続けてください。あれ、何の話でしたっけ？ダメな人がいる。ダメな人いる。今燃え尽きた状態で今今日この舞台立ってる。まあまあまあ、テレビの放送も終えて、でイベントもこの夜の部終わったら、はい、終わりなんですよ。いや、まあ、みんなそう。いやそうですけど。だからシーズン3以降に向けてね、そうです、またちょっと気合を入れていただけると。うん、ちょっとその辺も死語多くないか？君たち、今橋爪さんが喋ってるんですけど。いや、ごめんなさい、今なんとか理解しようって話をしてたんだけど。そうですか、なんとか理解しようって頑張って、じゃあ橋爪さんどうぞ。まあまあまあ、このまんまこのシーズン3に入って裏切り者のままでは終わりたくないっていう気持ちがありますので、まあぜひエレンを裏切り者のままでは終わらない、また戻ってくれるんですか？いや、まあ戻るのもなんなんですけどね。それ声優の待って、今もうどこにいんのよ。伊佐山先生じゃないですかね、それ決めるの。まあ、先生にお願いします。先生に直談判だな。なんとかね、あの僕らのエピソードもいろいろこう掘り下げていただけるとありがたいなっていう。そうです、サイドストーリーで、じゃあ。そうそうですね。なんかシーズン3であのテレビ放送の時にいろんな話が盛り込まれてると嬉しいなっていう。そうですね、そういう状態でございます。あれ、下野さん、あの、橋爪さん、僕じゃなくてあの皆さんの方を見て。ああ、そうですよね、すみません。今どこにいるの？今、今これどこにいるの？今着地点がね、全く見えない状況になっております。あの、じゃあ今日の感想を言って終わりましょうか。またベルトルトを演じることができて楽しかったです。ありがとうございました。うわー、細谷君つらい。俺、細谷さんの困った顔久々に見たもんな。そうですね、世界観またちょっと違いますからね。それでは細谷さん、張り切ってどうぞ。困らそうなんですけどね、細谷さん。ライダーブラウン役の細谷義正です。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。ね、あの皆さんね、帰りが台風が直撃してるそうなので、まずあの帰りはね、あの必ず安全を確保しながら優しい、ね、お帰りいただけたらなと思いますけれども、この辺でですね、あのシーズン2における感想とシーズン3における期待感をついてですね、私の個人的な意見を述べていきたいなと。いや、いいんだよ、それ。いや、いいんだよ。そうですね、シンポジウムみたいなの始まりましたね。そうですね、まあ、一期シーズン1から比べるとですね、非常によく喋るようになったなっていう。細谷さんがじゃない、ライナーがですね。ライナーがですよ、ライナーが。それがすごく今日自分的にはこう面白かったしですね、やりがいもあって楽しかったなと思うんですけれども、そうですね、
だ気にしないで。小動物よ。豚裏からちょっと物音が聞こえたんですけど、そうですね、なあれ伸びるんじゃなかったなんて言ったらいいんでしょうね。まあライナーとしてはですね、裏切り者であるということをですね、もう打ち明けた時点から、個人的に非常に心が軽くなりましてですね、もうおもんぱかる必要はないんだと、なんというかこう自由になれた感覚がありますので、その楽しい感覚のまんまシーズン3頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。あの二人ダメだな。裏切るとこうなっちゃうんですかね。そうなっちゃうんだ、忘れちゃうんでしょうかね。ありがとうございます。続きまして小林さんお願いします。はい、もう皆さん楽しいですね。すごい、もうすごい楽しかったですね。もうすごかった。なんか本当になんか本当裏切り者のお二人のなんか、はい、すごい初めてこうやってご一緒させていただいて。そうですね。ゆうちゃん、ちょっと自分の話を始める前に、ごめん、左手に持ってんの何かな。これは、ありがとう。いいよ、説明しな。はい、じゃあ、失礼します。これは、ふかしてない、生の芋です。サシャだからね。サシャだからね、芋を持ってきてね。そうなんだよね。そうなの。本当は食べたかったんだけどもね。そう、ちょっとそういうのができなかったんですね。ちょっと今日はちょっと生の状態であれなんで、あ、ごめんなさい、ここ大丈夫、後で誰に謝ったの。衣装さんに謝ったの。衣装さんね、ちょっと土がついちゃって。ゆうちゃん、よし、オッケー。ゆうさん、もう芋の話は、芋の話もオッケー。感想いこうか。さあ、行こうぜ、感想。レッツゴー。ゴー、いいですか、言って。誰にだよ。小林さんの話よ。言って自分の話しようか。よさあ、自分の話しようか。すごい、いいのか。よし、してくれ。はい、じゃあさせていただきます。オッケー。なんか今日は本当に皆様、本当に雨のもういろいろ降る中、本当にありがとうございます。すごくもう本当のすごい仲だったと思います。それでそういう時にもう本当に来ることは大変だったと思います。でも本当に来ていただけて嬉しいです。それでなんかこういうお芋とかね、出すのもちょっとこういう静粛な場だから、なんか、ね、静粛でなんか私話しちゃいけないみたいな雰囲気があったから、どうしようと思ったけど、なんかヒロ君がなんか裏で俺は芋の話だから、そう、大丈夫ですから。感想よ。今日楽しかった、ゆうちゃん。すごい、だって補正さんは外中で、そうだよ、外中です。待って、巻き込まないで。外中なんだよ。待って、これ以上人数増やさないで。いや、で、気象様がね、そうだね、馬面の馬って、もういいから、終わってんだよ、そこも。楽しかったかどうか教えてください。すごい楽しかったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、昼の部に続きまして、ゆうさん、そしてそれ以上の皆さんがちょっとグダグダになってきたために、本格的に下野さんの方は割愛させていただきたいと思います。もうそれでもいいかなって思ってました。いや、お願い、なんとかして。ゆうくん、頑張って。はい、ちょっとここで切り替えていただいて。そうですね、頑張って、はい、コニースプリンガー役の下野博です。皆さん、お疲れ様でございました。ありがとうございました。いや、僕も、今回ですね、本当はこの、アタックオン大会、2回目だったんですけれども、やっぱりその今までこの進撃の巨人という作品の中で、自分のキャラクターだったりとか、いろんなストーリーだったりとか、そういったものに向き合ってきたからこそ、こういうふうに実際に朗読劇をやらせてもらったりとかしてね、その歌の力と音楽の力と声の力で、いや、大変楽しい舞台にできたのではないかなと思っております。個人的にはまだシーズン3ね、続いていきますし、劇場版もございますし、これからもですね、進撃の巨人を応援していただきつつ、個人的にはまたこのアタックオン大会やらせてもらえたら本当に嬉しいなと思っておりますので、これからも応援引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして井上さん、お願いします。下野さん、ありがとうございます。皆様、お足元の悪い中お越しいただきありがとうございます。アルミン・アルレルト役、井上まりなです。ありがとうございました。
そうですね、本当にあの前回のアタックオン大会がものすごく楽しくて、本当にあの声優が声優としての仕事だけをするイベントというのが存在するんだというすごくあの驚きに満ちたイベントだったのですが、やはりあのすごく世界、この進撃の巨人の世界観を、しっかりとこうファンの皆様にお届けできるイベントが、この進撃の巨人のイベントなんだなというのをすごく感じて、それを少しでも楽しんでいただけてたらすごく嬉しいです。私も本当にこの機会をすごく楽しみにしていたんですけれども、やはり、作品に関わるときにこう常々感じているのが、やはりこの進撃の巨人に関わるスタッフ、キャスト全ての方がこの作品をすごく愛していらっしゃってて、そして全力で命をかけて、この作品をいい作品にしたいと皆様の、お目に届く時に最高の状態でお届けしたいという思いで、作っているというのを、常日頃感じています。それが画面を通して少しでも皆様に、届いていたら嬉しいですし、我々の励みにもなりますし、本日皆様に発表することができました劇場版、そして、第、シーズン3の、制作にもますます気合い入れて頑張っていく所存ですので、ぜひ今後とも何卒進撃の巨人の応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして石川さん、お願いします。はい、ミカサアカーマン役の石川由依です。本日はお足元の悪い中お越しくださいまして本当にありがとうございました。シーズン2はシーズン1に比べて104期のメンバーが本当にいろいろ活躍したりとか、展開的にもこう新しい事実が分かったりして、私も一視聴者として毎回テレビの前でハラハラしながら見させていただいてたんですけれども、シーズン2のアフレコで一番印象に残ってるのが最終回が、なんかすごくアフレコのスタジオの中がいい空気が流れていて、なんかこう表現するのが難しいんですけど、なんかみんながこう緊張感もありつつ、でもこう最後やってやるぞみたいな空気があって、それはなんかこうこのメンバーだからこそ作り上げられるもので、スタッフさんの熱意もあり、私たちのこう頑張るぞっていう気持ちもあってこその最終回のアフレコだったなって思います。このような素晴らしいイベントだとか、そして劇場版も今後公開されますし、そしてさらにシーズン3へと続いていきますが、こうして長く長く進撃の巨人という作品を続けていけるのは皆さんの応援があったからこそ、あってこそだと本当に思います。なので本当にありがとうございます。そしてこれからも私たちも一生懸命、頑張って演じていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後、カジさんお願いします。はい、レイエガ役のカジユキです。本日はご来場いただきましてありがとうございました。いやー、やっぱり楽しかったですね。前回のアタックオン大会の時も、また MBS アニューフェスの時もそうですけども、こういった生の朗読やらアフレコとか、まあ、演奏もそうですけども、本当にそういった表現方法がぴったりの作品だなっていうのを改めて僕らも感じましたし、皆さんもそれをね感じながら楽しんでいただけたんじゃないのかなと思います。さっきね皆さんもおっしゃってましたけども、テレビ見ていて、流れてきたあの楽曲をこう生で感じられるっていうのは、本当にタイトル通りこのイベント、このステージならではだなと思いましたし、映像とともにそれを聴ける、振り返れるっていうのは、なんか感慨深いものが一緒にこう応援して見守ってきてくださった皆さんにもあるんじゃないのかななんて、感じました。今回のこの朗読の脚本台本は、まあ、オリジナルということで、まあ、シーズン2と3をつなぐ橋ブリッジみたいな意味合いがあったかと思います。そこが描かれたからこそ改めて、キャラクターの心情をこう理解できる部分も我々の中にもあったと思いますし、また先の展開をまだ知らないという方には、次どういう展開になるんだろうなとこう期待を煽るような内容になっていたんじゃないのかなと思いますし、また機会があれば今度はこうもっとね熱くがっつりとぶつかるような、そんなシーンを演じる朗読劇
こういった形の何かステージがあれば嬉しいなと。もちろんこの104期、そしてリヴァイ班の面々もそうですし、さっきはね裏切り者なんて言ってましたけども、ライナーやベルトルト、ユミルも含めて、一緒に激しく熱いお芝居できたらなと。それを皆さんにも体感していただきたいなと改めて、感じました。劇場版そしてシーズン3、もろもろ新しい情報が発表されました。原作と合わせて、今後ともぜひね、最後まで進撃の巨人という一つの物語ドラマを一緒に、応援して楽しんでいただければなと思っております。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。さあということで本当に名残惜しいわけですが、この辺でお別れとなってしまいます。最後はですね、いつもこういったステージの時には心臓を捧げよと、この作品の代名詞ともなっているセリフがありますが、それを皆さんと一緒に、行って、この幕を閉じるという形でやっているんですけども、皆さん今日もお付き合いいただけますでしょうか。ありがとうございます。もしね問題ないよという方は一緒に立ち上がって、もう一緒に調査兵団になったような気持ちでやっていただけると嬉しいなと思います。岸尾さん、何を数えていらっしゃる？端の二人は捧げる気があるのかなって。そうだ、捧げる心臓はないです。やっぱりかい、やっぱりかい。捧げちゃいけないと思うんで。重みだ。視聴者にちょっとなっていただいて。そうですね、あの立場を忘れて心臓を捧げようと思います。そうですね、作品とかね、はい、キャラクターに対して、はい、いいですか。はい、さあ、まあ、いつもは僕が号令を取らせていただいているんですけども、今日はね、我らが団長もいらっしゃいますので、ぜひ小野さんに音頭を取っていただければ。いいでしょう、小野 D。 お願いします。小野 D の D は団長の D だからね。小野団長。あの団長、小野団長、小野 D。 そうです、団長は団長の D です。そうなんですね。そうです、いいんですね。はい、わかりました。今日はそうです。さあ、もう皆さんね、あのご存知かと思いますが、心臓捧げようのポーズ、右手で拳を作っていただきまして、心臓捧げようと団長が言いましたら、はという掛け声とともにこの心臓の上に拳を持ってくると。そして左手はここ、そう、添えるだけ。添えるだけ、左手は添えるだけです。よろしいですか。さあというわけで小野さん、はい、いや団長、団長です、よろしくお願いいたします。いいでしょう。はい、ではここに集まった調査兵団の諸君、これからも進撃の巨人に心臓を捧げよう。はあ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。これからも進撃の巨人よろしくお願いします。